カフェさん、こんにちは。妖刀サミダレはちゃんと使っているのか。はい。精神ざんま流を極めさえすれば、お前は己の内にある邪悪な炎に焼かれずに済む。岡部さんには感謝しています。俺は岡部ではない。オカリンだよ。ごめんなさい、京馬さん。分かればいいのだ。では、合言葉を。エル・ブサイ・コンガリュウ？違う、コンガリュウではなく、コングルーだ。美しい師弟関係だね。マユシーは不女子じゃん。マユリちゃん、変な想像しないで。それで、なぜマユリはここにいる？ルカ君に会いに来たんだよ。来月のコミまでライネットのキラリちゃんこそをしてほしいってずっと頼んでるのに。だってコスプレするなんて僕恥ずかしいよ。でもルカ君は絶対似合うと思うんだ。こんな可愛い子が女の子のはずがないって大人気になるよ。ねえ、しようよコスプレデビュー。それよりルカ子よ、俺がこの神社を訪ねたのは他でもない。お祓いを。お祓いですか？だったら。いや、そこまで大げさにしなくていい。気休めでいいのだ。というわけで、例のあれを持ってこい。例のあれと言います？お祓いといったらあれに決まっている。正式な名称は分からんが、棒に白い紙がふさふさとついていて、神主がわさわさと振るやつだ。今のオカリンの説明、ゆとりっぽいね。俺に取り付いた悪霊が。沈まれ悪霊よ、急げルカ子。そんな、岡部さん、しっかりしてください。俺は岡部さんではない。すいません、京馬さん。でも僕、お祓いを急げ。この前教えた通りにやればいい。はい。Thank you.
大丈夫だ。悪霊は去ったようだ。よくやったな、ルカ子。お役に立ててよかったです。ありがとう。じゃあマユシーはこれからバイトだ。マユリ、お前はあの時ラジカンで男の悲鳴を聞いたよな。悲鳴？それっていつのこと？今日の昼だ。聞いてないかな。そうか、わかった。変なオカリ。天音鈴葉です。ああ、バイトの面接したいってこな。バイトの面接だと？こんな若い女性が？この辛気臭くておしゃれ感ゼロで繁盛もしておらず、むさいおっさんが店長のブラウン観光。おめえ、来月から2階の家賃1000円増しな。俺は事実を言ったまでですよ。もっとも部外者が、しかしブラウン管工房がバイトを募集していたとはな。この暇さではその必要性を全く感じないの。ああ、それは私が電話で無理って頼んだんです。最初は断られたんだけどさ、店長さんにどうしてもお願いしますって。年は18。なんでうちで働きたいんだ？ブラウン管が好きだから。採用、明日から来い。ちょ、それでいいのか？というかこれはコントか？もしかして仕込みか？ありがとう、店長さん。ところでさ、君は誰？俺の女。聞きたいというのか？いや、やめておけ。それを知ることでお前にも最悪が降りかかるかもしれん。これまでも多くの人が俺の名を知ったことで機関に狙われた。アメリカのサラ、イタリアのクラウディア、フランスのシモン。おい、アホな妄想してんじゃねえよ。このバカ男は2階に曲がりしてる岡部凛太郎ってんだ。岡部ではない。俺は法院。うるせえ、家賃さらに1000円上乗せするぞ。岡部凛太郎だ。君を狙ってるその機関ってのが何なのかは分かんないけど、もし困ってんなら私に相談して。岡部凛太郎、そういうの慣れてるからさ。は？
場合によっては手段を選ばず痛めつけてやることも可能だし。ミスター・ブラウン、彼女は採用しない方がいいと思う。ああ、物騒だな。騒ぎ起こしたらクビにするからな。そもそもその機関なんたらは岡部の捜索だから本気にすんな。捜索？せいぜいそう思ってるがいいさ。そういうのが流行ってんだ。勉強になったよ。おう、どうした岡部。どうしたもこうしたもないですよ。あなたからもらったテレビが壊れた。おめえ、俺のブランカゴン乱暴に扱いやがったな。愛が足りねえんだよ、愛が。修理をお願いしたい。最優先だ。相変わらず変な話し方だな、おめえって。ハンダ浮きだな。直せろぜ。そうですか。ではよろしく。待ってろ。見積もり書作ってやる。な、金を取るのか。当たり前だろ。払わねえつもりだったのか。このテレビはあなたからもらったものだぞ。だからなんだよ。アフターサービスまでタダでやってやるとは言ってねえぜ。おのれ、自分の間近のオンボロを押し付けておいて、その言い草とは。うるせえな。だったら人ってやってもいいんだぞ。家電リサイクル法で回収費ももらうけどな。横暴だぞ。人類史の未来を変えるやもしれぬ男からたかろうとは。それ誰のことだ。俺のことに決まっているでしょう。歯磨いて寝ろよガキ。そもそも2階をただ同然で貸してやってるこの俺にそういうこと言うとはいい度胸だな。修理代は弾もうミスターブラウン。